アイアイバスで使用された小型軽小バス。日野ポンチョアイアイバスは、八尾市が事業主体となって運行していたコミュニティバス。乗り合いバス方式で4ルート運行され、運行は近鉄バスに委託していた。利用率低迷等の理由から、2008年6月末で全てのルートが廃止された。2000年4月1日に運行開始。当初は、市西部で中央環状線を挟んで、 大阪市平野区に食い込む形になっており路線バスの空白地でもあった竹淵地域への一路線が開設された。当初は通常の路線バスと同タイプの車両が用いられていたが、2003年7月には小型ノンステップバスを導入、路線数を拡大して全4路線となった。その後、経路変更、運行本数の見直し等が行われたが、 利用者の低迷などから2008年6月末には全路線が廃止された。2008年6月末の廃止時、下記の4ルートが運行されていた。2000年4月の運行開始当初から設定されたルートである。近鉄八尾駅から八尾市役所、JR 八尾駅を経由したケフチ地域を結ぶルートとして、年末年始を除き毎日6往復で運行開始された。2004年5月に、 八尾し立病院の移転、および、旧法寺駅前交通広場の完成に伴って、経路を変更した。2005年11月には、近鉄バス旧法寺線との重複区間を廃止とする、ことで、経路を短縮。運行便数は19往復38便に、増便する代わりに毎日運行をやめて、と、日宿日は運休となったが、利用者数は大幅に減少してしまった。廃止後、 2016年7月に JR 九宝寺駅から竹淵小見線前を経て、出戸駅までの路線を大阪バスが開設しており、事実上の復活となったものの、竹淵地区は停留所が1カ所だけしか設置されず、2019年に運行休止となった。八尾市では竹淵地域における新たな形の公共交通を模索している。JR 九宝寺駅前八尾市立病院前から、 あ部本町あ部亀井町から竹淵小見線前引く竹淵第一、公園前、近鉄八尾駅と八尾市の北部を結ぶ、環状線となっていた。右回り、左回りがあり、それぞれ1日6本設定されていた。近鉄八尾駅前、あの神社前から、泉町西高利、桂神剣フレアイセンター高佐護住宅、青葉町福江町大町の島町、山本高校前から、 朝日が丘一丁目近鉄八尾駅前、JR 式の駅、近鉄河内山本駅を、起点、終点とし、八尾市の東部を東高野街道に沿って縦断し、近隣の鉄道駅を結ぶルートである。2006年7月には、南高安中学校前、市議の京都、高安駅前、根高学園前の4停留所を廃止して、経路を、ショートカット。 運行便数は5往復10便から7往復14便に増便されたが、代わりに毎日運行から、土、日宿便は運休となった。2006年9月1日からは、東山本地区での公共下水道工事に伴い、ルート変更され、高安中学校前、東山本小学校前、東山本町8丁目、東山本町5丁目を通るルートから、上げお町。 上野島町、山本小学校前に迂回するルートとなっていた、四季の駅東口、神宮寺町目、南高安古見線前から、御地駅前群川、服部川駅前歴史民俗資料、建前、大竹南上尾町山本小学校前から、山本駅前近鉄八尾駅と、JR 四季の駅間を、くすね川や青山通りを縫うように通って結んでいる。 2004年10月1日に一部ルート変更され、八尾市立障害者総合福祉センターを経由するようになった。平日、土日とも7往復14便であった。一部区間は2019年に大阪バスが路線を開設しカバーしている。近鉄八尾駅前緑が丘朝日が丘1丁目、中郷地府面センター、マイナス総合体育館前から、清掃庁舎前引く南本町8丁目。 障害者総合福祉センター前から八王木から、明物川小学校前から、四季の駅東口台車の日のリエッセ前日の通り、運行開始当初は、近鉄路線バスと同タイプで独自の塗装を施した専用の小型車、日のリエッセが用いられていたが、2003年に小型ノンステップバス、日のポンチョを導入している。ただし検査等で所要台数が不足した場合は、 一般路線用の小型車が用いられることがあった。記載内容は、廃止時初乗りは大人200円で、距離に応じて220、240、270円と加算される。指定定留所では、あいあいバス同士や近鉄路線バスとの乗り継ぎ運賃制度が施行されており、乗り継ぎ先の運賃が大人で50円割引かれた。ただし、 前述の竹淵ルートでは JR 九法寺駅前での九法寺線へ乗り継ぎする場合は通算運賃としていた。近鉄バスの定期券や回数、カード、スルッと関西カード、J スルーカードも利用できた。ありがとうございます。